すごい、会長よ、会長、競泳ジムの会長。金はそんな持ってないと大してないよ。すごいよ。藤子をプロボクサーにしてください。すごいよ。こちらこそよろしくお願いします。ユーザーの皆さん、今何人ぐらい集まってるんですか。え、今ですか。今ね、ここに数字出てるんですよ。あ、ランキングありました、うん、44位ですね、うん、ありがとうございます。今ちょっと待ってくださいよ、数字ちょっと待って。いや嬉しいわ、びっくりしたな、今日ラッキーやわ、ほんと。はいはい、会長。はい、これは何ですか。これ YouTube です。これは YouTube ね。こっちはあんま気にしないで、こっち行きますね。したらすごいよ、貴重なタイミングよ。何人集まってますかって。今そう、すごい、今18名ですね。18名。もっと呼んでくださいね。そう、皆さん用意してくれない。町会議の時宣伝広告40万超えいただいてんねん。おー、そうなんだ、うん、へー。ツイートしてちょっとあれして、私大概してますよ、検索してください。いやいや、じゃあ今でしょ、いつやるの。今でしょ。今ですよ、そう、うん、ちょっと待ってくださいよ。すごーい、うん。え、あれは言わない方がいいんですかね。え、今日来てはったの、あれ公開 NG なんでしょ。あ、ともき言っていいんですか。ともきはそれ練習しますわね。すごい、うん、今日もなんかともきさん来て見て、競泳の会長やるか。キャバクラ連れてってくださいってさ会長やの。誰かわからないのにキャバクラ連れてきないよね。で、女子プロの方、女子プロの方、会長のピンクの、あ、これね、なんかね、YouTube 用のカメラなんだって。藤子さんがなんか突然ね、ラッキーやで、何年ぶりかな、ニコ生って昔私も持ってたから。あ、そうなんですか、うん、5年ぐらいぶりかな。あ、あのね、来週にね、うん、ドルチェ、ドルチェマンさんってホストさんなんですけど、歌舞伎町で一番大きいんですけどね、うん、そこの男の子がね、うん、来て入会するからお願いがあんねんけど、素人なんですけど、うん、暇な時だったらこう見てもらうじゃないですか、うん、それがね、うん、なんか言うのがね、スパーリングをさせてほしいって言うんですよ。怪我しますよ。店行けなくなっちゃうけどいいの。本当、本当危ないです。あ、もう本当何もせずにだいぶ練習して、例えばフィットネスで、あ、そうそうそう、モデルボクサーいるとこだよ。今日軽量だった、高野智美ね。トレーナーが見て、うん、スパーリングできますよってちゃんと判断できたらですね。だから最初は全然もう本当に相手を殴るのは絶対ない話なんで、うんうん、もっと人呼んでください。もっと聞いてください、いろいろ。1ヶ月ぐらい頑張れば藤子さんも練習スパーリングできますか。本人次第です。スパーリングって私昨日したで、あれはマスでしょ。マスって要するに模擬みたいな軽いやつでしょ。スパーリング、ま、あれはミッド打ちです。ミッド打ちと、ミッド打ちと。いや私は昨日でも大概感動してんねんけど、あのジョージ先生にしてもらった、はいはい、あ、ミッド打ちです、ミッド打ち、ミッド打ちね。あれは基本中の基本で、あれせなしなかったらね。ちょっと YouTube 撮れてます。もうラッキーやわ、ほんとよかった。ほんと今日頑張ってティプネスも行ってきたのに。やりすぎでしょそれ。私ね、浅草サンバ控えてるんですよ、8月の一番最後の土曜日毎年。浅草サンバで、この時期からこれさ、うん、これさ、こっちは撮れてるけど、こっち多分あれずれてるよ。ずれてます。うん、ずれてる。会長が表してくれたらいいんですよ。ほらすごい、ほら宣伝広告いただいたわ、嬉しいよな。町内会長さん、宣伝広告いただいてありがとう、ほんと。町内会長さん700ポイントいただいて、宣伝広告、うん、はい、会長、合わせくださいね。すごい、私これ今日めっちゃ自慢やわ。すいません、ありがとうございました。どうも、お疲れ様です。どうも。なんか質問ないの。
私ですか。いや、このこれあのニコ動のユーザーの皆さん。私今日カンナ選手に私写真撮ってくださいって言いたかったけど、マネージャーに、じゃあこっちの向こうは関係ないからね。おいくつになれたんですか。51、今年52ですね。藤子の店に来てや。藤子さんの店でどこ。うち区役所の真横なんですよ。じゃあ、歌舞伎町の。そうですよ、もううち3年目入りますよ、店。何の店やってるんですか。うちバーです、飲み屋。WBA、 じゃあ WBA をどう思いますか。 WBA は昔から組織だね。だいぶぶっこんできますね、皆さん。ぶっこんでくるね。うちこれめっちゃ自慢できるわ。主婦でも50代でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、だってお安いなとか男前なって、まあ、もうちょっと超えてましたよね。あ、でもテレビやからちょっとぷっくり映るのか、うん、そうそう、あ、横にこう、なんかこう、でもね、痩せたは痩せたよね。めっちゃ痩せますよね、うん、紳士さん、紳士やば、紳士さん。今ね、あれを見てんですよ、あのね、藤井聡太四段。ちょうどね、今ね、藤井聡太四段の中継がね、朝からやっててね、今ね、将棋か、将棋、こっち将棋見てますか。将棋が好きなんや。将棋趣味ですよ。お、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 すごい。めっちゃラッキー。おお、ほうほうほう。亀田くんの企画、亀田くんの企画は大成功でしょう。会長ちょっとこっち見て、うん、会長。はい。やまー。ですか。将棋藤井聡太四段。すごい、ラッキーやわ。いいっすね。あ、結婚してますよ。はい。結構今どっちが優勢だこれは。将棋が好きやね。あ、どっこいどっこいか形勢は。形勢どっこいか。子供はいませんね。でっかい声が出てます。意味がちょっと分かんないですね。すいませんね。うん、おう、うん、うん、耐久力を方法、持久力。藤子さん、入会おめでとうございますって来てますよ。そう、入会。タカさんから。タカちゃん、すごいやろ、代表やで。日本ダービー一緒に行くね、タカちゃん。日本ダービーだ。そう、うちはあまり博打はどうでもいいんですけどね。ああいうのはお祭りだからね。そうです、そうです。ねえねえ。いや、すごい気さくな代表。マネージャーもいい方だけど。今日は気合ってたな。村田の具志堅がいたとこ。そうですよ、具志堅会長か。会長の DNA 残さないんですか。まあ結果論でしょう、それは。死んでみなきゃ分かんないでしょ。会長って愛想いいよね、なんかね、すごい愛想いいよね。だいぶ喋っていい。指輪してたら、だってね、指輪を結構忘れたりするかもしれない。使ってる。なんかこれね、親父の形見なんですよ。すごい時計。これ親父の形見。これね、親父の形見なんですよ。これは。あ、私京栄接骨院の社長よく知ってんね。あ、伊賀先生。うん。いい方ですよね。去年、いつもあれなんですよ。あれ何でした？年末に大事に楽しみで見てて。感化されて1月の4日こんにちは。あ、こんにちは。1月の4日にコナミで無理してふわふわ走ったら膝痛めて。あ、なりますね。共演ジムさんに来る予定が共演接骨院にも行かないとあかんようになって。お祭りとかは時と場合で行きますね。イケメンではないでしょうね。痩せた男前さんよね。イケメンとは何な。
私代理見てもらうの、トレーナーいますから。いぶきトレーナーがいるんで。いぶきトレーナーって、いぶきトレーナー。はい、お前か。いぶきトレーナー。今日はいぶきトレーナー見てもらう。またプロの方。あ、プロの、あの、ジョージ君のお友達です。初めまして。あ、ジョージってジョージ？ジョージ。そう、昨日初めてジョージ先生に見てもらって。この顔やばいね。今の、今の。藤子さん。はい、あ、すごい時計、うんとね、親父の形見なんだよね、これすごい時計、これ親父の形見なんですね、はい、ちょっとごめんね、これ持っていくわ、さようなら会長の方がいいけど、ちょっと落ちてくるわ、ちょっと頑張って、ちょっとバイバイ、では頑張って、貴重やわ、ありがとう、ほんと、さようなら、さようなら、ありがとう、面白い、私どこでしていい、うん、ごめんなさい、いいんですか、ここ昨日もばっそう、感じがいい、感じがいいね15分ぐらい喋ってもらって、私ね、自撮りしながらせんとあかんね、これよっしゃよっしゃ、入会したくなかったので。